どうも、おなっちです。餃子100個30分で食べきれるかいや、ということで今回は早食い兼大食い企画になっております。こちらにね、餃子が100個ありますので食べていきたいと思います。まあ、皆さんご存知の通り、私ね、大食いですし、まあ、レオソンの動画で出てるんですけど、まあ、早食いでもあるんですよね。まあ、よくお店で餃子100個30分以内に食べたら無料みたいなチャレンジ企画があるじゃないですか。あれをちょっと一回自分でやってみようかなというふうに思いまして食べていきたいと思います。そしてこちら、味の素さんのこれ餃子ですね。冷凍餃子2種類あって、こっちがプロテイン餃子っていうのがあるんですよ。プロテイン餃子、まあ、実はこの2つね、あの視聴者の方からぜひ食べてください、企画で使ってくださいということで送っていただきました。ありがとうございます。ありがたくいただきます。こちらの PUC バランス、タンパク質 1.4、 脂質 2.0、 炭水化物 3.7 ということで、でこっちのプロテイン餃子の方はなんとタンパク質 4.2、 脂質 1.4、 炭水化物 3.0 ということで、これすごいよね。だって餃子8個食べたらタンパク質 33.6 だよ。すごくないですか。餃子8個食べるだけでもうプロテイン1杯半、これ最強の餃子なんですね。こっち44個入りで、こちらが42個入り、こちら12個入りのものが2つあるので、こちらトータル100個にして食べていきたいと思います。今ねちょうどトレーニング終わりでして、もうそのままね食べてやろうというふうに思ってまして、30分以内に餃子100個食べきれるかやっていきたいと思います。はい、それですね、実際にこちら作っていきたいと思います。これすごいですよね。水なし、油なし、凍ったままで OK なんですよ。これめちゃくちゃ良くないですか。すごい、最近こんなのあるんだ。責任知らずだからさ、こんなのあるって分かんなかったわ。最初ね、普通のやつ作っていきたいと思います。普通のやつで、うわ、もう焼かなくてもめちゃくちゃいい匂いする。うわ、ニンニク効いてる、これすごっ。うわ、ニンニクガツンくるわ。ねえ、すごっ。これを凍ったまままず並べます。待って、いい感じに腕太くなりましたね。いい腕してるわ。はい、こんな感じでね、ちゃんと整列できました。いいですね。ちゃんと並べたら中火で約5分蒸し焼きし、蓋を取るということですね。5分蒸し焼きですね。で、蓋がないんだよな。蓋がないですね。だからちょっといい蓋見つかりました。フライパン上に重ねたいと思います。 OK、 いいじゃない、最高。これ時間短縮でもう一個フライパン使ってやっていきます。うわ、めっちゃいい匂いする、すごい。あ、餃子好きなんですよね。皆さん餃子好きですか。餃子派、シューマイ派、春巻き派とか、よく中華料理屋さん行ったらあるじゃないですか。あと小籠包とかかな。コメント欄で皆さんの好きなもの、何が好きかコメント欄で教えてください。 OK、 サンキュー。大丈夫かこれ、熱いよな絶対。オープン。おお、今こんな感じなんだけど、この水気を飛ばして羽に色がつくまで焼きます。さあ、こんな感じでね、水分が完全に飛んだんで、うまく焼けてるか見ていきます。さあ、これがね焼けてるのか、いきますよ。くい、おお、いい感じ、めっちゃ綺麗じゃん。素晴らしい、すごい上手な羽付きです。こうじゃないこれ、美獣ね、いいね。それじゃあね、こっからじゃんじゃん100個分焼いていきたいと思います。さあ、餃子100個準備できました。めちゃくちゃいい匂いします。もうお腹ペコペコなんでね、早く食べたいと思います。なんとですね、今日もですね、はい、これ、ただいまの時刻12時25分過ぎてます。深夜に爆食です。イエーイ。そして明日も令和その撮影日でめちゃくちゃ大食いしますので、早く食べたいと思います。はい、この前もね、あの米10合で痛い思いしてるんで、今日はねしっかりと30分で食べきりたいと思います。それではおのっち、餃子100個30分チャレンジ、よーいスタート。いただきます。普通のやつですね、これ普通のやついただきます。うん、ニンニク効いててうまっ。うわ、すごい、肉汁もすごいじゅわー出るし、これお野菜の風味もちゃんと感じますね。そしてこっちがプロテイン餃子の方です。いただきます。うん、うん、ちょっと味濃く感じるかも。タンパク質感じるな。ごめんなさい、嘘です、タンパク質わかりません。はい、うわ、もう1分以上経ってる。どんどん食べていきたいと思います。2個食いしちゃいますね。うん、おいしい。私餃子好きなんですよね。
餃子嫌いな人っているんですかね。いやでももうあっという間に多分細かく数えてないですけどもう15個以上食べてる。え、これ意外といけちゃうのかな。これ思ったんですけど、これ餃子のタレとかあのお酢とかラー油とか全然つけてないんですけど、これつけなくてもめちゃくちゃ美味しく食べれます。これ全然つけなくてもいい。皆さんでなんかおすすめの餃子の食べ方とかあったらぜひコメントに書いてください。え、普通さ醤油と酢1対1でラー油ちょっとみたいな感じなんですかね。私それなんですよね。なんか最近なんか酢胡椒が流行ってるみたいな、お酢と胡椒だけみたいな、なんかそういうおしゃれな食べ方あるらしいですね。待って、もう胃もたれいってるかも。ちょっと待って、やばいかな。自分餃子の王将さんとか大阪餃子、ん、餃子の王将さんと大阪餃子、え、違う、大阪の、え、餃子の王将さんと大阪王将っていうのがあるのかな、多分2種類。これまた別なんですよね、確か。自分行ったことなくて、あの後楽園さんの餃子が好きですね。はい、水分取りましょう、水分。はい、うん、ま、水、水がうめえ。あ、なんか気分転換できたかも。もう20分切った。10分経過。でもいいペースじゃないですか。もうまもなく50いってそうだな。あっと、15分切りました。残り15分切って、今こんな感じですね。でもいい感じで減ってると思います。いい感じでオッケー。でももう50個以上絶対食べてる。この感じ間違いなく胃袋的にも。わっ、あと10分。30個はなさそうです。あと10分。ペース的にはいいペースできてる。でもこっからだな、きっと。おお、よっしゃ、いい感じでお腹は満たされてきて。胃もたれが来てる。油がすごい、油が。ラスト5分、ラスト5分です。残り1、2、3、4、5、6、7、8、9個、ラスト1人前ですね。ラスト1人前計いきましょう。うん、なかなか。お疲れ。お疲れ。やばいじゃん。やばいよ。ここがやばいんだよ。今やばいです今。頑張って。うん、ありがとう。いや、なんか食べれそうな気がしてきた。ありがとうね。食べてあげたいけど、歯磨いたからごめん。いいの？え？いい？食べてあげたいけど。また今度餃子パーティーしような。しよう。ありがとう。ファイト。うん。待ってらっしゃいね。あれじゃね、あれごめん。タカピロからエールもらったんで食べれそうです。やばい、うん、あと2分でこの3つなんだけどね。うん、あと2つ。おおおおおお、すごい。もういや美味しいんですよ、美味しいんですけど、ただただ胃がもたれてます。うん、マジか。うんうん、残り1分。まだ食べる、うん、やばい。ラスト1個。うんうん、うん、まず飲み込むだけ。うん、うん、あ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 、ない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 。うわ、危な。
えぐっ。待って、思い出すわ、あのケントゥーとの戦い。30分以内に餃子100個完食しましたよ。ナイス、素晴らしい。でもマジで美味しかったです。本当になんか最後まで美味しく食べれたっていう感じの餃子でした。はい、ちょっとね、次何食べようか迷ってるので、皆さんコメントにリクエストを書いてみてください。餃子100個30分以内に完食がすごいなっていうふうに思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまたね。やばい、もう1時だ。大変だ。明日もね、レアソの撮影があるので。やばい、もう12時間後にはもう大食い企画やってるわ。え、やばいな。はぁ、あ。